ことなんで、はい、最初の簡単な感じ。あ、いやもう本当初歩の初歩からお願いします。はい。まずいコーヒー入れたらこの首輪が爆発します、ね、爆発するみたいな、すごいからね、本当にエヴァンゲリオンみたいだな、なんか命がけで入れたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。じゃあ始めていきます。まず、はい、入れていただきたいと思います。はい、今日は15g で、120cc っていう抽出は決めます。ここで、まず、はい、15g を粉を混ぜていただいて、最初に入れていただいて、ちょっとどういう味になるかはちょっと私みたいに、これ作りしたのは例のグレイの方です、はい、メガネチームコーヒーのグレイの方ですね。なんでかって、はい、こっちの方がこう味のね、広がりがすごい大きいんで、これハンドドリップでやると非常に面白いんで、はい、はい、じゃあちょっとこれを 15g 測ってみてください。はい、15g、 15g、こちらです。はい、これをこれで、はい、掴みで、はい、はい、これでここから、はい、で、はい、これ、はい、これゼロ、はい、これで、はい、15g ですね。もうちょっとですね。はい。そっち。もうちょっとですね。はい。はい、あ、そんなもんですね。ありがとうございます。はい。そしたら、はい、豆を引いてください。はい。はい。入れていただいて。豆をちゃんと引くの初めてだ。はい。で、スイッチをまず入れて、はい、ここにありますからね。はい。はい。で、花火さん、こう、ここ、はい、はい、そうです。はい、あ、なるほど。あ、なるほど。一回モーター回さないと、ちょっとね、はい、あれなんで、はい、ありがとうございます。はい、これ引けました。今度、ペーパーですね。今日使うのは、はい、この V60 っていう、こういう普通のペーパーフィルターですね。はい。これ、V60。ここを、こう、点線に沿ってちょっと持って、先生というか、その工程はやめにですね。はい、折っていただけます。こういうことですね。はい、はい、はい。はい。で、セットしてください。あ、折ってセットした方がいいってことですか。ぴったりね、ひっつくんで。はい、ああ、今までそれやってなかった。本当ですか。はい。まあ、それもし、まあ、基本的なところ、道具の扱いなんだよね、それは。聞いただいた。確かに、そうしないと。で、粉をここに、はい。はい、もう全部いっちゃう。はい、全部いっちゃっていいです。はい。はあ。はい。これぐらいで、最初のセッティングとして重要なのは、これ、寄ってるから、こう、タンタンタンってやって、平らにしてください。平らに。はい。こっちだけ持っていただいて。はい。こういう感じで。もうちょっとこう、こういう感じ。こういう感じでやって。はい。あ、平らになりました。はい、平らになりましたね。はい。はい、で、じゃあ抽出いただくんですけど、はい、一応ちょっと見づらいかもしれません。ここが100です。はい。で、その1個上のところまで花金さん入れてください。120。はい、はい、そうです。で、とりあえず1回目は、はい、お好きなような感じでちょっと入れてみてくださいますか。はい、その上でそれ見た後で僕がいろいろこうフューチャリングできてくるんで、わかりました、はい、よろしいですか。うわ、でこれポットですから、はい、はい、で、お湯は今日はもう一定してですね、いろんな諸条件変わってしまうといけませんので、はい、沸騰したお湯をここに入れ替えるという温度でもう固定してますから、はい、あ、なるほど、もう、はい、わけわかんないこと言う。で、これね、意外にね、マジックで沸騰ってこういう状況ですからね、これ、はい、あ、超沸いてるみたいな、超沸いてますね、うん、これプツプツ沸いてるのは温度低いんで、はい、よくね、皆さん混乱しちゃうんですけどね、まあこういう状態です。で、これ注ぎますから、沸騰したところから、
ポットに入れると。そうっすね、これは今日は入れてます。ちゃんと沸騰してないとダメと。ちゃんと沸騰してるのがちゃんと沸騰して、じゃあとりあえず、はい、まず入れてみると、フリー演技ということで、フリー演技どのようにやられて、まあやってみてください。はい、ではこれ終わった後ここに、はい、ポンとこういうふうに抜けてください。はい、終わりました。よろしくお願いします。 20cc ですね。はい、じゃあ行きます。はい、まだ何も教わってない真っさらな状態で、それが見たい。これはやっぱ最初蒸らすっていうのをね、はい、この間おっしゃっていたので、蒸らすは私もやるようになったんです素敵です。ありがとうございます。さあ、ちょっと30秒蒸らすみたいなね、そんなことをおっしゃってました。いや、最初フリー演技ってあれですね、あの金融に入門するときに落ち券でやったネタやってごらんって言ってやらされたのを思い出しますね。そうです、それがフリー演技だと思う。いや、その時以来ですよ、これから教わるのにまずやらされるって、ね、そうなんですよね。これ、取っかかりがこっちも欲しいんで。これでも30秒はこんな適当じゃなくて、本当はちゃんと測った方がいいですよね、きっとね。うん、まあまあまあ。ちゃんといつもちょっとそんな大雑把にはちょっと。大丈夫です。大体これぐらいかな。よし。じゃあ入れ始めます。はい。やっぱり家でこんな、いいポットを使ってないから、そんなタラタラは垂らせてないんですけど。いい、大丈夫ですよ。一度ね、ここで教わっておりますんで、この、はい、ちょっと雰囲気がね、あると思うんですけど、どう、ね、どうだ、どんな汁が出るんだろう。どんな汁が出る。汁っつってますからね。汁だよ、汁。どれが、コーヒーじゃないですよ、汁、汁、汁扱い。汁が入ってんならないんだよ。いや、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。大丈夫かな、汁。これも…それはどういう反応なんですか、薬剤でしょうね。もう結構この色か、いいですね。いいんですか、これは。私好みですね。その、何が出てくるかなみたいな感じなんですか。そうですね。まあ、状態がわかるっていうか、どの辺かなっていう、この色で。怖いもの見たさみたいなことですか。うん、まあそういうところですね。ちょっとおお、今どれぐらいなんだ、ま、だ全然全然これでもこのペースよりはちょっと上げた方がいいですよね。いやもうマスターが笑ってしかくれない。何とも言えない不安に包まれてますけど、橋蔵兄さんへの道は遠いよ。橋蔵兄さんやっぱりマスターってな。橋蔵さんもあのスキッターの全然関係ないとか垂らしてた橋蔵兄さん、ちょっと舐めてたかもしれないな。落語も面白いけど、馬鹿にしてたでしょ。あの映画面白すぎ、あの動画面白いですね。すごい面白い。何にもスキッターの意味がないね。泉のマスターお気に入りのスキッターから関係ないとこから垂らす橋蔵兄さん、ぜひ見ていただきたいですね。もうちょっとこうああいうのが一定のトーンに現れてるんだろうなって感じ。まだまだ全然だな。ちょっとペースを上げましょうか。はい、いつもこれ家でやってて、はいはいはい、あの悩みの一つなんですけど、こうやってちょっとずつのペースで垂らしていくと最終的にコーヒーがぬるくなってしまう。ああ、なるほど。お店だともしかしたらそのもう一回火かけてっていうのはあるかもしれないですけど、はいはい、それが悩みなんですよね、うちでやると。ああ、なるほどなるほどなるほど。大事ですよ。こう入れてる過程でなんかこうね、いろいろ今の悩みとかもあるので、はい、でそうなんですよ。で結局ぬるくなるとやっぱ香りもファッと広がっていかないしっていう。ああまあね、まあそういう側面もあるかな。あーでもこういう感じの液体か。こういう感じの液体。意外にこれ液体としてのレベルは
レベルだけにはちょっとね、のいや怖いですよ、まだこの状態では何とも言えないんですが、もうちょっとじゃあ、なんていうの、あの抽出がどういう感じで進んでるかっていう速度がこう液体の色とかで見えるんですけれども、速度、うん、まあどういう状況にあるかなっていうのが見えるんですけど、意外と全然それはどっちの反応なんでしょうか。割とね、エキスがはっきり出てる方の、はっきり出てる、はい、はっきり出てる状況、はっきり出てる状況現在、60cc 越します。全然まだまだです。どういう感じなんだろう。へえ、これ意外にへえってどういうことですか。へえ、マスターのリアクションがやっぱこう、うん、不安を煽ってきます。不安大丈夫です、そういう感じなんですか。ちょっと、なんだよ、え、いいのかなみたいな。いやいやいや、大丈夫です。もうちょい、いや、なんていうか、ちょっとこれ、ちょっとこれ、ちょっとこれ怖い怖い怖い。ちょっとこれあれなんですよ、あれなんですよ、悪くないなってことですか。うん、あの、なんでかっていうと、はい、なんか、やっぱりね、コーヒー好きたちにはやっぱりずっとこう、点滴で抽出したい人たちがやっぱ多くいるんで、はい、この 120cc の液体をこのトーンでこう、いっているんで逆にちょっと遅すぎるみたいなことなんですかね。まあ、若干やっぱ遅いですね、これでもう、もはや5分ぐらい家でやるとき絶対これじゃ、あ、なるほど、商売には絶対できないですね、5分かけてたら。確かに、まあね、まあねまあでもいいんですよ、それは僕なんかも人のこと言えないからね。もうちょいかないいですね。こう、今もうこう注ぎ方の感じとかも今かなりですね、あの参考になる部分も見れたんで、はい、もうちょい、でも面白いかな。面白い、面白い、と飲みたいですね。あ、もうそうですね。はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。じゃあお願いします。はい、ね、あの皆さんで日本酒のおチョコが出てきました、ね、そうですね、ちょっとこれが一番ね、泉でこうテイスティンググラスでやりやすいので、ちょっと温めるっていうのね、温めるですね、はい、やっぱ器を温めるっていうのがね、それはね、いますよね、大事な状況で。まあさっき温度下がってるっておっしゃってましたけど、まあ、大丈夫じゃないかな。はい、はい、じゃあそれぞれ、はい、ありがとうございます。でもしね、あのいっぱい飲むんで飲みきれなければこっちの青いバケツに捨ててください。あ、はい、はい、じゃあいただきます。おお、はい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 、おお、うん、おお、なんだ。はい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 、あ、なんかただただ苦い、うん、美味しくはないな、やっぱなんかね、苦味しかない。これは嫌な苦味の方ですよね、どっちかというと。まああの酸苦味みたいな感じですね、はい、分析によるともっと酸の強い方が好きなの。そうですね、うん、だからこれはただ抽出によります。あのこの憂いにはまあ、はい、あの酸味と苦味になる元が同量ぐらいに入ってるんですけど、はいはい、抽出の、うん、あの力によってどっちが引き出されるかによります。とりあえず苦味が強いかな。鼻筋のしょっぱなのやつはめちゃくちゃ苦いね、これ。うん、めちゃくちゃ苦い。やっぱ時間かけすぎたのかな。うん、でまあこれよくでもね、自分で覚えておいてください、はい、この、はい、ちょっとこう結構濃度的にはでもちょっと濃ゆい、濃いですか。濃ゆいと思う。デブにまでいかないけど悪くはないです、ネルで入れたみたいな感じで。でまあ確かにあのこうなんかなんかなって感じはありますよね。なんか、うん、あのね、そうですね、眠い時に飲みたい。うん、ああそういうやつですね。車運転してる時とかでちょっと眠気を感じた時に飲みたいな。だからもう本当にぐらいの感じ。そういう
楽しむためのコーヒーじゃなくてそうだこれガツンと自分に入れるためのそうそうミンミンダハ的な味するそうですね、うん、そういう感じ初っ端のこれは確かに、うん、確かにじゃあうん、そしたら入れていきますのではいこれは皆さん自分で覚えていてくださいね自分 の, はい、カップなんていうところ管理しますはい、はい、だこれがはいでまずポイントを押さえながら、はい、やっていきますよおおかなまあねもうちょっと早めに行きますでも、はい、今の良さを引き出しながらちょっと簡単に守れるポイントだけを今お伝えしていきますはいぜひお願いしますで最初に方針だけ話すと、はい、要は最初こうさっきの最初点滴で蒸らしてたあの部分すごく良かったんではい蒸らす、はい、あそこを重心しっかりやる重心はいその後はもうじゃあですよこうさっとこういく感じこれの二段構えです、はい、でそのさっといくのは大体3回ぐらいさっといく感じ蒸らすのに重心を置いて入れるのはさっとさっとそしてそれは3回に分ける、はい、3回に分けるはい大体そんな感じですねじゃあちょっと見てってくださいね、はい、ポイント説明しながらいきますからね、はい、ありがとうございますちょっとでも今意外にでもねあれですよ、アンギさん、はい、80度ぐらいで、今の抽出やったら、絶対オタク喜ぶやつが出て、完全に間違いない。ほうほうあ、温度的なもので、今、これ、多分ここに入ったのはほぼ95、6度なんですけど、はい、低い温度だったら、今のやり方だったらね。はあ、だけど、まあ、ちょっとやっぱり温度管理とかいろいろ申し訳だと難しいと思うんで、はい、そうですねそこら辺はあんまりこうデータ的にしすぎない感じで、一応沸騰を確認したものをここに入れるっていう制御ですね、はい、あ、超微妙、うん、ウレイは結構貝の方は結構酸味と香りにまとまってるやつなんですけど、はい、ウレイの方は結構いろんな味を混ぜてるんで抽出によっていろいろですね、はい、引き出しやすいというかですねちょっとこれ失礼しますすいません、はい、いきますよちょっと説明しながらいきますよはい、はい、まあ例によってこれすげえ沸騰してる沸騰してます、うんこれをまずと仕替えますね。はい。ちょっと一瞬こっちの都合で今お湯を入れて。あ、はい。ちょっとして。作っていただいたドリップのやつも3回に分けて入れるって書いてましたね。そうですね。はい、確か。コンセプトは、ね、一緒なんですよ。はい。あ、さすがにそうです。本当にそうです。じゃあ参りますね。まずはしっかり蒸らすっていうのは大事です。はい。これね一つポイントとしてこういうふうにすぼまってるんで、はい。こういうふうに。はい。真ん中に重点に入れるです、はあはあ、上から見てるとこう、はあ、広いこう円形に見えるんですけども、はい、実際粉があるところっていうのは割とこうたくさんあるのはここの真ん中の部分なんですよ、はいはいはい、でパーキンさんの性格がきっと几帳面でしょうからこうなんかこう全体にまんべんなくこれ大変、はあ、素晴らしてました、はい、大変素晴らしい状況なんですよだけどこれのドリッパーに対しては確かにそうですね下にその下にいっぱいあるんで、はい、こう割とね真ん中に真ん中横に広いドリッパーだとまた話が変わるんですけどねですからまずはこれ真ん中に入れていくんですはい、はい、ど真ん中にはい
こうやってほら、で、まあちょっと最初は難しいと思うんですけど、なるべくこの円がこう均等にこう広がっていくようなイメージで、はいはいはい、もう真ん中に入れ続ける感じでいいですか？とりあえずそうですね、はい、真ん中に入れ続ける感じ、はい、ほら自然にこう広がっていくでしょ。そうですね、うん、もう真ん中一点攻めですね、はい、もうこれ下から出てるでしょ、ほら。で、ちょっと下から出始めるんですよ、はい、そしたらこれ少しこう下に行ったってことだからね、これね、下にほら粉水全部行ったってことだから、周辺に移動しましたね、うん、で、よく言われるペーパーにはかけないでください。ペーパーにはかけない、うん、まあそういう感じ。ガンガンかけてました、はい。で、はい、だいたいこういう感じですね、はい、さっきの状況です。これが蒸らす段階でもここまで入れちゃっていいってことですか？はい、そうです。はあ、これちょっとこう待っていただくと、はい、でこれさっきほらなんかお湯入れたらすごい膨らんだとかなんかなったじゃないですか、はい、これがこう落ち着いてる今状態。はあ、うん、これ大事です。でこう今弓でいうとこうギューッと今こう引っ張ってる状態です、ね、はい。で、ここから一気にこう、お湯入れることで、こう、バッと離して、こう、抽出して弓を引いてる状態。はいはい。あと、もう3回に分けて、じゃーっと。基本はね、もう真ん中でいいですから、ギザこれ。はい。基本は真ん中。うん。こうやって。ああ、結構もうガーって入れちゃうんですね。うん。で、こうちょっと崩れてもいいから。なんかやっぱ、膨らみ方が全然違うんですね。確かに、綺麗ですよね。ふわっとこう。うん、真ん中から盛り上がっていく感じ。そうですね。気にしないで、あんまり難しくやりすぎちゃったんやろ。で、これちょっとへこんできたでしょ。はい、へこみましたね。へこんだら、もう一回またこれバーン入れて、あんまり入れすぎないでくださいね。でもね、はい、ここの水位が上がりすぎないような感じで、こう、またバーン入れる。はぁ、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 はぁ。また、だんだんこう、すり鉢みたくなってきたでしょ。これ、そしたら、またこう、ぶわー入れて。あ、結構、はい。これで、もうほぼ、120。はい、終わりだと思いますね。なんか私、勝手なイメージでポタポタ垂らしながら、まあ、几帳面風に入れてましたけど。いや、あれ良かったです。私、あれは、ものすごい評価できるんですけど。本当ですか？でも今見たら、割と豪快ですね。はい、ポイントを押さえた上ででしょうけど、もちろん。はい、これに関してはとりあえず初歩的な本当に、はい、まずこう蒸らすっていうか、まあ、粉の温度をこう、はい、上げてあげて、それでからこうお湯を入れるとこうコーヒーが抽出されるんでっていう。ちょっと僕貴重面じゃなかったね。こう 120cc よりちょっと上がっちゃってますけど、そこも別にそんなにいいなんですね。あ、でも今も気にしてくださいね、ごめんなさい。ちょっと今ね、あやったね、はい、あ、じゃあ、はい、すいません、あ、はい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 、はい、すいません、大丈夫ですね。さっきのでも点滴でずっと行くのもね、かなり美味しいです。一応あれは僕は悪くないんですけど、はい、ちょっとこう一応基本で飲んでっていう形でとこっちの方がね、再現しやすいです。再現、はい、結構軽さに驚くと思うんですけど、ちょっと飲んでみてください。はい、どうぞ。いただきます。はい、先生に入れていただきました。はい、そう、飲み比べてみたいと思います。いただきます。はい、いただきます。あ、花金のともし、まず色味ちょっと、あ、香りが違う。もう確かに熱い、やっぱ熱い。あ、全然違う。ああ、まあまあ違いますよ。全然違う。なんだこれ、全然違う。別物ってぐらいフルーツみたいな、本当に苦味が全然違う。なんだこの、これ苦味あるんですけどね、この状態。圧倒的にあるんですけど、フルーツみたいな酸が嫌じゃない。さっきの花金のが嫌な味がしたまあ悔しいけど本当にその通り。いや、なんか本当に違うね。さっきの全く違う、自分が入れたのなんか渋い、本当なんか黒い渋い、お茶の渋さみたいな嫌な苦味でしたけど、うん、あ、でもそういう比べてそういう違いが理解できるのは大変素晴らしいです、はい、これは
違うね。苦味もあるし酸味もありますけど、スキッとしてますね。うんうんうん、変なこう渋さがない。ちょっとこう比べるとなんかこういうのがいいんだなっていうのがだんだん、はい、なるほど、理解し始めるような状況になってくるって感じです。これですよ、このここで飲んだ、ここで飲んだメガネコーヒーは。これウレイのドリップバッグに入ってるものと全く同じものを今ハンドドリップしてる状態なんです、実は。まあ自分でさっき入れたのも同じでしたから、うん、これは結構やっぱ違うね。こんな違うか。全く違う。こんな違うか。うん、うん、全く違う。比べてみるとより分かるね。うん、さすがにこういう雰囲気まで持っていくっていう感じをやっていきます。はい。で、あの一番目的と今日はしてるのは、さっきの行動もそうですけど、はい、一番最後に2杯同じのを入れてもらって、はい、同じことが再現できる、これが重要です。うん、毎回毎回こう味が違ってるとちょっと確かに再現性が乏しいので。確かにそうです。良さはありますけどね、あのゆっくりやってるこう濃度感が出る良さはあるんですよ、はい、あれがこうスキッと落ちればもう完璧なオタクが大好きなあの味になるんですけど、ちょっと今日は、まあ、あくまでもいろんなネットとかでもあの蒸らしてコーヒー入れるっていう手法があると思うんで、はいはいはい、一応基本っぽいようなやり方に乗っけた。さっきやったのだからほとんどなんか一生懸命苦味を出してたみたいな作業だったってことですね。ちょっとやってること、まあ、要はちょっとね、あの出過ぎてたっていう側面はやっぱり否定できないですね。ここでのこう聞きかじりのポタポタだけで勝負してました。いいことです。それは僕にとっては嬉しいことですけど、生病法ですね。はい、うん、